ゴアビダル、2009。ゴアビダルは、アメリカの小説家、劇作家、評論家、脚本家、俳優、政治活動家。本名は、ユージ・イン・ルーサー・ゴアビダル。アメリカ文学史上初めて同性愛を、肯定的に扱った、小説、都市と柱、20世紀の基書と呼ばれる、マイラ、アメリカ史をテーマにした、歴史小説7部作、基地に満ち溢れた数々の評論。 常に挑発的な言動、アナーキーな政治活動で知られた。バイセクシュアルとしても知られており、1950年より、ハワード・オースティンと交際していた。彼は、ニューヨーク州ウェストポイントで、ユージーン・ルーサー・ビダルとして、ユージーン・ビダル及びニーナゴア夫妻の間に生まれた。彼の父親は、航空学の教官であり、彼は、アメリカ陸軍士官学校で生まれた。ビダルは、 その後母方の祖父、トマス・ピー・ゴアの姓をその名に加えた。ビダルはワシントン DC で成長し、セント・オルバンズ・スクールに入学した。彼の祖父ゴアは盲目であり、幼いビダルはしばしば祖父のために読み聞かせやガイドを行った。そのため子供にとっては不釣り合いな政治権力中心への頻繁な接触があった。上院議員。 ゴアの孤立主義はビダルの政治哲学を導く革新の一つであった。ビダルがアメリカ帝国主義に一貫して批判的であり続けるのはこの祖父の影響が大きい。ビダルはフィリップス・エクセター・アカデミーを卒業した後、1943年にアメリカ陸軍の予備役となった。2012年7月31日、肺炎による合併症のため、 カリフォルニア州ロサンゼルス近郊の自宅で死去。86歳ボーツ。ゴアビダル、カールバン・ベクテンによる撮影。1948年ニュースウィークのある批評家は、エドマンド・ウィルソン以来最良の万能の作家とビダルを評した。彼は21歳でアラスカ州での軍務経験をもとにした最初の小説、ウィラワを出版した。二年後に発表された同性愛をテーマにした。 都市と柱は論争を引き起こした。アメリカ国内では背徳の書、反アメリカ的とまで罵倒され、ビダルはニューヨークタイムズにそれ以降出版した本の書評を拒絶される羽目にまで陥った。しかし、海外の芸作家たち、トーマス・マン、アンドレ・ジット、E.M. フォースター、クリストファー・シャーウッドラがこの小説の先見性と見事な青春小説としての側面を評価し、 弁護に立ち上がった。以後、ビダルの小説は、アメリカよりも、イギリスを中心に、ヨーロッパの批評家たちに認められていくこととなる。同書は、JT に捧げられていたが、JT とは誰かという噂が広まり、ビダルは結局それを明らかにせざるを得なかった。JT は、セント・オルバンズ・スクールの同級生、ジミート・トリンブルであった。トリンブルは1945年6月1日に、 イオウ党の戦いで戦死し、ビダルは後に回想録パリンプセストで、自分が精神的にも肉体的にも愛した人はトリンブル・カズトだけだったと告白した。その後、ビダルは初期の作品に見られる、ヘミングウェイの影響から脱しようと試行錯誤を重ね、ピカレスク小説ザ・ジャッジメント・オブ・パリで、今に至るまでのアメリカ的というよりは、イギリス文学の影響の色濃いビダル特有の、 文体を確立した。批評的にも認められはしたものの、都市と柱でかぶった悪名は、彼の小説の売れ行きに影を落とし続けたため、財政状態は悪化の一途をたどった。人民院事件を予言したとして、後に再評価されることとなる、架空のカルト宗教を描いたメサイアが、全く無視された結果、この作品を最後にビダルは10年間、小説の筆を折ってしまう。 破産寸前まで追い込まれたビダルは、脚本作家として、演劇、映画、テレビドラマに取り組んだ。彼の作品、ある小惑星への訪問ザ・ベストマンは、ブロードウェイでのヒット作となり、ある小惑星への訪問は、ジェリー・ルイス主演で、底抜け宇宙旅行として、ザ・ベストマンは、ヘンリー・フォンダ主演で映画化された。ビダルは1950年代の初めには、 エドガー・ボックスのペンネームを使用して、探偵小説、ピーター・サージェントシリーズ3作を執筆した。ダシール・ハメとレイモンド・チャンドラーの後継者と称賛され、ハードボイルドとユーモアを絶妙に組み合わせた、このシリーズは、ベストセラーとなった。日本でも3作目にあたる、字は厚いのが、お好きが翻訳されている。しかし、ビダル自身は、変名による成功を、潔しとせず、 すべて一作あたり8日で書き飛ばしたものだとして、近年までエドガーボックス名義の作品をすべて絶版にしていた。ビダルは1956年に専属作家としてメトロゴールドウィン・ベイヤーと契約する。1959年にはウィリアム・ワイラーがカール・タンバーグによって書かれたベン・ハーの脚本の完成を必要とした。 ビダルは MGM が契約を2年残して彼を自由にするという条件でクリストファー・フライと共に脚本を再執筆することに合意した。しかしながらプロデューサーのサムジンバリストが死去したことでクレジットの問題が複雑化した。映画脚本家協会はベンハーの脚本のクレジットをタンバーグのみとしビダルとフライの両名をクレジットしないことで問題を解決した。 チャールトン・ヘストンはビダルが執筆したと主張する同性愛の場面に満足せず、ビダルが脚本に大きく関与したということを否定した。しかし、映画秘宝が2011年に行ったインタビューによれば、ビダルは脚本を盗まれてコピーされ、ノンクレジットにされたため、裁判沙汰に持ち込んだと主張している。1960年代にビダルは3つの成功した小説を執筆した。 ジュリアンは俗に廃教者と呼ばれ、キリスト教に最後の反抗を試みたローマ皇帝ユリアヌスを詳細に研究した作品である。ワシントン DC はフランクリン・ルーズベルト時代の政治一家についての作品であり、後に七部作を成すアメリカ史を主題にした帝国の物語の第一作目となる。マイラはハリウッドの俳優養成学校を舞台に性転換者のヒロイン。 マイラの手記の形式をとり、時代に先駆けて、ジェンダーを論じつつ、映画、文学理論や、アメリカンカルチャーへの風習を盛り込んだ、皮肉なコメディである。発売されるや、いなや、大論争を巻き起こし、アメリカだけで1年間にハードカバー、ペーパーバッグ合わせて2080万部を売り上げるという、大成功を収めた。マイラは、ビダルの小説の一つの到達点とみなされており、 現在でも古典として読み継がれている。なお、マイラは1970年に監督にマイケル・サーン、主演のマイラにラクエル・ウェルチ、共演者にメイ・ウエスとジョン・ヒューストン、ファラ・フォーセットという早々たる面々を廃止、20世紀フォックスによって映画化されたものの、こちらも大論争を呼び、外して不評であった。しかし、現在では、 カルト映画として評価されており、日本でも、ヤギ下キイチローらが著作で取り上げている。その後失敗作となった二つの、演劇ウィークエンド・アン・イブニング・ウィズ、リチャード・ニクソン及び、半自伝的小説2シスターズを執筆し、ビダルはエッセイと小説の異なった二つの分野に集中していくこととなる。ワシントン DC に引き続き、アメリカ史をテーマにした、アーロンバーの英雄的障害、 1876リンカーンエンパイアーハリウッドザゴールデンエイジは帝国の物語として七部作をなしビダルの歴史小説家としての側面を伝える作品群である特にアーロンバーを主人公にアメリカ独立戦争時代からマーティンヴァンビューレン大統領時代までを描いたアーロンバーの英雄的障害はガルシアマルケスらの称賛を受け傑作と称される ジュリアンに続く古代史へのさらなる探索であるクリエーションは、紀元前5世紀のペルシア帝国の盲目の文化を主人公にギリシャ、中東諸国、インドそして中国までを舞台にし、ゾロアスター教、ギリシャ哲学、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、ローソー思想、儒教など様々な思想、宗教を取り上げ、釈迦を筆頭に、ゾロアスター、ソクラテス、マハビーラ、老子、 こうしら実在の人物が次々と登場する壮大な歴史小説である。この作品はアンソニー・バージェスに高く評価され、気表面でも商業面でも成功を収めることとなった。しかし、1981年に出版されたバージョンはペーパーバックで600ページ近い長さであったにもかかわらず、実際はビダルの担当編集者であったジェイソン・エプスタインのあまりにも 長すぎるという苦言のもと、いくつもの箇所をカットした削除版であり、2002年にようやく無削除完全版が出版された。ビダルは歴史小説だけではなく、滑稽でしばしば無慈悲な風刺的な発明と彼自身が呼ぶ作品群にも精力的に取り組んだ。風刺的な発明の特徴は基本的に前衛的であり、マイラをその出発点とし、 パロディパスティー種 SF 的手法をその方法論の主軸としている点にある。また、極めて挑発的な主題を扱うため、彼の歴史小説が安定した評価を得ているのに対し、物議を醸すことが多い。ゆえに評価は賛否両論といったところで、文体は彼の最も得意とするエッセイに近く、歴史小説における文体とは一線を画す。 風刺的な発明に含まれる作品は、マイロン、再びカルト宗教を扱った、大予言者カルキ。アメリカンカルチャーを前衛的な手法で風刺し、イタロカルビーノに称賛されたデラス原始キリスト教を、意地悪く揶揄した、ライブフロムゴルゴダ、ザ・ゴズペルアコーディングツー、ゴーアビダルザ・スミソニア・ン・インスティチューションがある。特に、大予言者カルキは、ヒンドゥー教のビシュヌの最後の化身で、 救世主であるとされるカルキを名乗り、世界滅亡を予言するネパール在住のアメリカ人を教祖とするカルト宗教が大流行し、最終的に全人類は予言通り特殊な科学兵器によって滅亡に追いやられてしまうという衝撃的な内容で、風刺的な発明の中でも物議を醸した作品である。分類上、 ビダルは非 s f 作家であるが、大予言者カルキはネビュラ賞にノミネートされた。日本では長らく絶版になっているが、オウム真理教によって、松本サリン事件、地下鉄、サリン事件が引き起こされた時点で、あまりの事件の類似性に、ビダルの予言的才能が、メサヤによる人民人事件への予言に続き、証明されることとなった。ミック・ジャガーは、大予言者カルキを、 自らの主演で映画化することを熱望し、制作に取り掛かったが、結局のところ実現はしなかった。しかし、この著作の映画化権をビダルが売却したことはニュースで報じられた。ビダルはしばしば映画やテレビドラマの脚本執筆も再び行った。友人であるテネシー・ウィリアムズの去年の夏突然にの脚本、脚色、パリは燃えているかの脚本を、 フランシスコッポラと共に担当した。また、その中には、バルキルマーが出演した、テレビシリーズ、ビリー・ザ・キッドや、日本でも放映された、リンカーンのミニシリーズも含まれる。さらに彼は論争となった映画、カリギュラのオリジナルの脚本を執筆したが、監督のティントブラスや、主演のマルコム・マクダウェルが脚本を変更し、再執筆した。映画の制作後に、 ビダルの意図を回復しようとする試みは失敗したが、皮肉にもプロデューサーのボブ・グッチョーネは、映画をビダルとブラスあるいは、マクダウェルのいずれもが考えていなかった作品に仕上げることとなった。少なくとも、アメリカにおいて、おそらくビダルは、その希望に反し、小説家よりエッセイストとして高く評価される。批評家のジョン・キーツは彼を、20世紀で最も素晴らしいエッセイストと称えた。 マーティン・エイミスのような敵意を持つ批評家でさえエッセイを彼は得意とする。白色で、愉快で、ケウナまでに名跡である。盲点すら光り輝いていると認める。彼はエッセイを政治、歴史、文学を主なテーマとして書いている。彼は1993年にユナイテッド・ステーツで全米図書賞を受賞した。2000年までの著述集は、 ザラストエンパイアである。それ以後彼は教科書上の建国の党たちとブッシュチェーニー政権両方に対して高度に批判的なパンフレットであるインベンティング、エーネーションを発表した。彼は没するまで引き続いてブッシュ政権に対しての追求を行った。1995年には自身の前半生を描いた回想録パリンプセストを発表。2006年には続編である。 ポイントツーポイントナビを発表した。1960年代にビダルはイタリアへ移り住み、フェデリコ・フェリーニの映画、フェリーニのローマに出演した。彼の自由主義の政治観に基づく作品はよくドキュメント化される。1987年に彼はアルマゲドンという一連のエッセイを表した。同作品で彼は当時のアメリカにおける権力の複雑化を調査し、 無情に当時の現職大統領であった、ドナルド・レーガンを笑い者にした。彼はレーガンを死体防腐処理者の芸術の勝利と評している。ビダルの祖父は民主党に所属していたが、彼は他にも民主党との関係を持っている。彼の母親ニーナは、ヒューディー・オーチン・クロス・ジュニアと結婚し、オーチン・クロスはその後ジャクリーン・ケネディのママ父となった。ビダルはこの縁で、ケネディ政権に、 芸術顧問として参画した。しかし、ホワイトハウスで行われたパーティーの席上、政策や、性格的に対立関係にあった司法長官、ロバート・ケネディと、些細なことから激論になり、ビダルは自ら職を辞して、ホワイトハウスを去った。この事件は、多くの過婚を残し、ロバート・ケネディが大統領選に出馬する準備を始めていた際、ビダルは、 血縁関係にないとはいえ、一応は、自らも、親族の一員であるケネディ家全員に対して、エッセイ、ケネディ家の野望に継承を鳴らすで、破壊的な分析のメスを振るい、ロバート・ケネディを、大統領職を世襲で得ようとしているとして激しく、批判した。また、この話をまた聞きしたかつての親友であり長きにわたる、ライバルであったトルーマンカポーティは、 プレーガール氏のインタビューで事件を面白おかしく客色して語った。記事を読んだビダルは激怒し即座にカポーティを名誉毀損で訴え100万ドルの賠償金を要求した。何年にもわたって続いたこの裁判はカポーティが謝罪広告を新聞に掲載することでようやく合意した。ビダルはジミー・カーターの5番目のいとこでもある。 また、元副大統領のアルゴアの登園のいとこにあたる。彼は1960年にエレノア・アルーズベルトやポール・ニューマン、ジョアン・ウッドワードらの著名人の支援を受けて会議員選挙に出馬したが、伝統的に共和党の地盤であるハドソン川地域で僅差で敗北した。彼は1982年にもカリフォルニア州で上院議員選に出馬し、またもやポール・ニューマンや ジョアン・ウッドワードの支援を受けたものの落選している。ビダルは1992年の映画、ボブ・ロバーツの中で、ティム・ロビンスと共演している。他にも、ガッタか、きっと忘れないでも重要な役回りを演じている。会員議員役で、チャーリー・シーンと共演した、ザ・ターゲットや、17歳の処方箋にも出演している。また、 1995年に出演したドキュメンタリー映画セルロイドクローゼットでは映画界における同性愛嫌王の実態について語った。ビダルは20世紀後半にはイタリアアマルフィ海岸のラベロとカリフォルニア州ロサンゼルスでその時間の多くを過ごした。2004年8月にニューヨークタイムズはビダルが健康上の理由で30年間暮らしたラベロの 5000平方フィートに及ぶ邸宅を2003年に売却し、現在ロサンゼルスに暮らしていると報道した。2003年11月にビダルのライフパートナー、ハワード・オースティンは死去した。2005年2月にビダルは、オースティンの意外を二人のために準備した、ワシントン DC のロッククリーク墓地に埋葬した。7年後には、ビダル自身が、同墓地に埋葬されることとなった。 ビダルは、アメリカ芸術文学アカデミー会員であり、ビダルは2009年、全米図書賞メダルオブディスティングイッシュとコントリビューション、2アメリカンレターズを受賞した。ありがとうございます。